こんにちは、あんこそば、コネくんです。ついにこの日が来ました。ついにアロアナを紹介します。一大決心、理由はまた後で言います。どうぞ。アジアアロアナっていうのは、大型魚をやってる人がね、必ず通る道ではあると思うんですけど、あると思います。はい。で、ただいろんな種類がいるのと、いろんな価格があるのと、凶暴なんですよ、意外にね。性格が乱暴マンだから、みんな飼ってるっていうイメージがあるけど、僕はね、正直ちょっとね、全部手放そうかなと思ってます。はい。実はね、僕ね、最近ね、大型ナマズ、例えばゼブラキャットとかね、バンピラとかね、ピライーバとかね、ああいうナマズをメインにちょっと水槽を作りたいと思ってまして、でその中にタイガーバルブとか、そういうギラギラした魚をね、ちょっと水槽に入れようと思ってまして、そうするとですね、このアロワナたちがね、そのギラギラした魚を噛んじゃうんですよね。多分 目が痛いのかな、ギラギラしてると。ちょっと分かんないですけど、要は体がギンギンな子とかね、そういう子をね、攻撃しに行くんですよね、アロワナちゃんたちは。いや、かっこいいと思いますよ、正直ね。えただどうなんでしょうね、ちょっとアクアリストの方に問いたいんですけど、アロワナって非常にお金がかかると思うんですよね。一応ここにいるアロワナほとんどね、いただいた子なんですけどね、昔というか、1年ぐらい前なんですけど、大きくはなっていって、愛着もすごいあるんですけど、ちょっとね、飼い続けるのがなかなか難しいかななんて思っちゃいまして、ちょっと、とりあえずその話は置いといて、アロワナの紹介、どういう種類があるのかっていうことをね、順番に説明したいと思います。まずですね、今映ってるのがアジアアロワナって呼ばれてるですね、アロワナの中では一番メジャーな子かな。本当にね、4万円で買える子もいればね、10万円以上、もう100万円つく子なんて結構ね、あるんですけど、で、そのアジアアロワナにもね、ちょっといろんな種類がありまして、ちょっと紹介していこうと思いますね。例えばね、スマトラゴールデンって呼ばれてるベニオ金龍とかですね、はい、この中だとこの子かな、この子違うな、どの子だ、この子だな、この子ですね、ベニオ金龍ですね、この子だったり、マレーシアゴールデンって言われる化石金龍ですね、この子ですね、化石金龍で、スーパーレッドアロワナって呼ばれてるですね、例えばこの子とかね、この奥の方ですね、奥の方、大きい方ですね。あとですね、高瀬金龍って呼ばれてるね、このハイバックゴールデンとかね、いっぱいいますよ。あとは形としてはね、頭のラインが少し反ってるスプーンヘッドとかね、いろいろいるんですけどね。あとこの中にいないのはね、グリーンアロワナっていう、これもアジアアロワナなんですけど、グリーンアロワナとかね、バンジャールレッドアロワナとか、そういった子はね、この中にいないですけどね。はい。本当にね、かっこいい、正直に言います、むちゃくちゃかっこいいアロワナは。ただ混泳する魚はやっぱり限定されるかなって思いました。はい。この165センチの水槽を買ってね、もう1年になるんですけど、最初からね、アジアアロワナはいるんですが、このアロワナたちはね、数々のお魚さんたちにね、攻撃を加えてきました。中にはね、ちょっと混泳がうまくいかなかった子もいてですね、
あの落ちちゃった子たちもいるんですけど、まあその辺はねあんまり語りたくはない話なんですが、まあちょっとアロワナはね、例えばダトニオとかね、そういう下にいるね、これですね、ダトニオ下にいる子たちはね全然 OK なんですけど、あとその色ですね、銀色な色をしている魚にはちょっと攻撃しちゃうかなっていうところですね。はい、続いてはこの子たちですね、シルバーアロワナですね。はい、この子たちは本当にね、まあ安価で取引されている魚さんですよね。ただなんて言うんでしょう、メダレとかアゴズレとかをがねしちゃうから、あのそれがない個体はね非常に高値で取引されてますけども、シルバーアロワナは特に語ることは、前シルバーアロワナ塾やったからいいかな。うん、とりあえずこんな感じですね。あのよかったらシルバーアロワナ塾もね動画見てください。この水槽も前紹介したダトニオ学校っていうね水槽なんですけど、ここにもねいますね、スーパーレッドアロワナ、ここですね、こんな感じです。まあこれはねさっき紹介したレッドアロワナになりますんで、まあ、特に深くは言いませんけど、やっぱりこういうダトニオがね公園向きかなと思いますね。さっき紹介したシルバーアロワナのアルビノ個体ですね、アルビノシルバーアロワナ、この子のね、まあ、このサイズとかね、この大きいサイズとか、あとはあのショートボディとかね、あとプラチナ発色した子とか非常に人気がありますよね。特にショートボディ、ショートボディでアゴズレもメダレもない子はね最高にかっこいいですよね。この子もかっこいいけどね、ちょっと目垂れてるけどかっこいいですよ、めちゃくちゃかっこいいです。でまあ紹介できなかった子もいますね、ブラックアロワナとかね、そういう子もいますね。僕ね魚さんはたくさん飼いたいなっていう派なんで、まあやっぱりねもう魚同士の喧嘩はしょうがないんですけどね、本当にね、ただまあ、なるべくないようにしたいからね。でやっぱりね一番攻撃性があるのがねこのアロワナなんですよ。もうねだもんでちょっと近々ね、まあ、手放そうかなっていう風に思っちゃうんですけどね。ただ今ねアロワナってなんかねそのIC、うん、なんだろう、チップのなんか名義変更みたいなことがあるからね、その辺ちょっと難しいんでね調べながらやろうと思うんですけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。コネクトアクアチャンネルのコネ君でした。アロワナをね、本当に今更ですけどね紹介させていただきました。ちょっとね僕ねアロワナは正直ねもう分かんないです。はい、今いろいろ調べて話しましたけど正直知識ないです。で多分ねこれっていうのはね、まあ別に僕まだアクアリウム始めて1年半なんで全体的に知識は全然ないんですけど、アロワナはねなんかねかっこいいんだけどのめり込めないんですよね、なんか自分、まあ多分一匹ね自分でしっかり買ってみるとね違うのかもしれないんですけどね、自分で購入する、確かに始めたての頃にあのハイバックゴールデンをね4万円ぐらいで自分で買ったんですけど、その時にね非常にねテンション上がったのを覚えてますね。ただその子もねちょっと僕のそのなんていうかな、僕のミスでね落としてしまったというか、そこからねなんかアロワナに対してねちょっとその恐怖心じゃないけど苦手意識がどうしてもあるんですよね。だからまあアロワナはちょっとね僕の水槽からはちょっとねなくしていくのかなっていうふうに思っちゃいますけど、でさっきも言った通り最近はねこういうスネークヘッドとかね、あとダトニオ、まあ、ダトニオはやっぱりずっといいですね、この子、あすごい発色いいね、ずっと可愛いのと、でちょっとチラ見せしますけどこういうねシュッとしたタマズさんがね非常に最近来てるんですよね。はい、いっぱいいますね。はい、バンピラとか、まあこの辺はまた違う動画で見せるんでいいんですけど、要はこういうナマズくんをメインにちょっと飼っていきたいなって思ってしまったんですよね。
オーストラリアンバラマンデーということでね、何の掛け声だ今のはということでね、今回はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。あ、ちなみにトーマンエマスが2匹になりましたはい、ありがとうございました。コネクトでした。ラン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 ララ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 ラ